申し訳ございません、ご主人様。私、また間違っちゃって、転んじゃって。大丈夫です。ご主人様からのお叱りなら、どんなものでも受け止めますから。どうでしょう。でもこれはそういうシチュエーションですし、写真を撮ってほしいとお願いしたのは私ですし。先生、本日のメイドみどりはご満足いただけたでしょうか。